までと同じじゃダメなんかな。ああでも子供産んでも仕事は続ける。家事は簡単になるからちゃんとできるようにしといてよ。脱ぎっぱなしとかも今後は厳しいかな。これからはそういうの気をつけてもらわないとさ。出る意味わかるよね。夜の飲みとかも控えてよね。安くないんだから。あと銀行口座は全部私が管理するし。今夜の舞台は審問法廷。罪が図られ裁きが下される場所だ。もっともここへ来る羊は有罪に決まってる。死にたくないなら逃げ切るしかない。じゃあぼちぼち始めようか。このステージでは思考力が試される。石の連結の特徴を最大限に生かして立ちふさがる壁を越えていこう。どこだよここ。
ここを登り切るとはね。少し感心したよ。